失踪ホリデーは、オツイチのライトノベルである。短編2作を収録し、角川スニーカー文庫から刊行されている。ISBN40 億4425万3013。後書きによればタイトルは編集者が過去に担当していた作品、失踪ホリデーを作者オツイチが失踪ホリデーと勘違いしたことによる。物語の主人公。 菅原奈は幼い頃母と二人きりの家庭で育った。その後母は菅原国光と結婚するも、二年後に母が亡くなる。奈は、血のつながりがない菅原家を追い出されるのではないかと、不安に思ったが、そのようなことはなかった。14歳の4月、父国光は京子と再婚したが、奈と京子は衝突することが多かった。14歳の冬休み、奈は、 京子との些細な喧嘩がきっかけとなり、家出をし、家の離れに住む、使用人、楠木のき子の部屋に住み込み始める。なおは一度は家に戻ろうかとも思ったが家族たちが幸せそうにしているのを見て、疎外感を抱き思いとどまる。不愉快ななおは、いたずら心から狂言誘拐を考える。脅迫状を家に届けさせ満足するなおだが警察が動き始め、 自分を嫌っていると思っていた、京子まで落ち込んでいる様子を見て、後悔を覚える。2007年2月10日から、テレビ朝日土曜ミッドナイトドラマ枠でスタート。全4回、キャストスタッフ主題歌放送局作画は清原博、清原博士。清原博士はこの作品が、初の単行本である。刊末には、原作者をツイがコメントを寄せている。 人と付き合うのが苦手な主人公はあえて家から遠い、大学を選び一人暮らしを始める。おじから紹介された家で一人暮らしを始めたがそこは、前に主人が強盗に殺された曰くきの家だった。前の主人、雪村が住んでいた時のままになっていた家で、そこで飼われていた猫と共に住み始める、主人公。そこには目には見えないが雪村がまだ住んでいた。 奇妙な二人での生活の中で不思議な関係が芽生えていく。ありがとうございます。